待てば歌劇のつかみより。皆さんこんにちは、めぐまりです。前回に引き続きエリザベートのガラコンサートスペシャルバージョンの感想をお話ししていきます。もうね、話してるだけでこうニヤニヤが止まらないんですけれども、前回はのぞ様の歌唱力ですとかビジュアルについてお話しさせていただきました。もう本当に完璧で素晴らしくって、あ、神って思ったんですけれども、でもね、まだまだ話し尽くせません。一本の動画では無理ですよ。今回はですね、1幕目と2幕目の獅子が変わるんですね、このスペシャルバージョンでは。で、1幕目が夢咲さん、そして2幕目がアスミさんということで、美、美しい2人とも。アスミさんに至っては、とうとう閣下もね、されて、今回獅子にも挑戦されてということで、まあ、スペシャルバージョンならではだなと思ったわけなんですけれども、この3人89期で同期なんですね。でも今回のスペシャルバージョン89期の方、他にもたくさんいらっしゃって、あー、やっぱこう粒揃いの木だったんだなと改めて思わせていただいたわけなんですけれども、もうね、夢咲さんもあすみさんも本当に美しかった。そりゃフランツ一目惚れするよねっていうような美貌で、ね、あとね、華奢だったあすみさん、びっくりしました、細っみたいな。いや、あんな細い体でこれまでこう娘役さんとかリフトされてきたのかとかって思うと、何なんでしょうね、ジェンヌさんのパワーといいますか、体幹の強さとね、体の使い方に改めてこう尊敬の気持ちがふつふつと湧き上がってきたわけなんですけれども、夢咲さんに至っても外部でご卒業されてから、まあ外部でいろんな舞台にも立たれて、いろんなご経験されてきたとは思うんですけど、失われることのないあのヒロイン力、すごいですよね。もうパって出ただけでファー可愛いって思えるのってなかなかできることじゃないじゃないですか。そういったこうオーラも持ち続けるっていうのは、やっぱ宝ジェンヌさんってすごいなと。あ、今はそうか、宝ジェンヌさんじゃないから、な、あの、あすみさんの言葉をもう一度借りると偽宝ジェンヌになるのかな。でもね、すごいなと思っております。あすみさんに関しても、宝塚をご卒業されて舞台で女性の役をされるのって、これが初めてなんじゃないかなって思うんですけれども、ね、数日前までバチバチ等々でこうエリザ・ガラコンの舞台に立ってて、ね、黄泉の帝王をされてたわけですけれども、こんなにもこの数日間でガラッと変わる役柄を演じられるっていうのは、舞台に立たれる方、舞台俳優さんとかって本当にすごいなーって、すごいなーしか出てこない。でもそのね、皆さんのパワーを私たちが受け取って明日への活力になるわけで、ね、感謝してもしきれないわけなんですけれども、あとね、私印象に残ったのが大鳥真由さんのあのフランツ、すごく優しそうで燃えました。あの北昇さんのフランツとはちょっとまた違った優しさだなと思ったんですけど、こうにじみ出るこのね、人柄の良さ、もちろん北昇さんも人柄の良さ出てるんですけど、こんなにもこう演じる方によって同じ優しさでもアプローチの仕方が違うのかって感じました。だから舞台ってやめられないんですよね、見るの。この人はどうやって演じるんだろうっていうのを頭の中で想像しながら、あ、こういう風に演じるのかっていうのをこう感じながら見るのが楽しいんですよね、本当にね。まだまだ見たいくらいだったんですけど、だって大鳥さん今大
学生ですよ、大学通われてるんですよ。ご挨拶で千秋楽の時にこれ終わったら明日からゼミが始まります、マジかって思っちゃってああこうやってこう夢を届けてくださる方々もこうね、皆さんそれぞれの現実世界に戻られると、それぞれまたその職業だったり今のこの役割を全うされてるのかって思うと、ね、本当に素晴らしい、かけがえのない一瞬を我々に届けてくださったんだなって感じましたね。あとね、タソさん、天馬みちるさん、あもうね、あの現役感がすごい、もうツボ、いやすごい芸達者な方だなってすごく現役時代は思っていたので、それもご健在で私はまた心震え、あとね、七クララさん、娘役さんの方なんですけどの目の演技とかも本当にツボで、シシーがゾフィーにこうちょっとこう最初のジャブをこう打たれてる時にシシーの後ろに立たれてたんですね、次女役として。でその時のこの何この子みたいな、こんな子が嫁いできたの、こんな子に私お仕えするのかしらみたいな形のあのセリフはないんですけど、あの顔の表情っていうのがもうクーってなって、あやっぱねえ、そういうのも、まあ、もちろん当然かもしれないんですけれども抜かりないというか、はあ、娘役さん素敵だなって思いましたね。あ同じ娘役さんで言うと、あの大月さゆさんのマダム・ボルフ、あのマダム・ボルフの、お歌を歌われていたわけなんですけれども、美しくって、なんかこう何なんですかね、マダム・ボルフってあの召喚の、まあ、おさって言ったらあれなんですけどね、娼婦をこう引き連れてくるわけじゃないですか、なんかこうあまり品のある感じではないけど、でも大月さんのマダム・ボルフって何なんですかね、上品だけど下品というか、なんかねこううまく言えないな、なんだろう、下品ではないんですよ、けどちょっとこういやらしさがあって、でも品は失ってなくって、娘役芸を見せてもらえたと言いますか、すごくこう余韻に浸れるマダム・ボルフでしたね。すごく誘惑された気がしました、画面越しにいや本当に総じて素晴らしかったです。まだまだ話足りないんですけれども、あの次回の動画ではですね、このエリーザのスペシャルバージョンの千秋楽について感想をお話しできたらなと思います。また次回の動画もご覧ください。それでは。